はい、ここまでのキャンプいかがでしょう。でもすごく順調です。はい、怪我もなく自分が、はい、思ってるような球を投げてるので、今日はさらに熱の入った投げ込みもありましたけど、今日何球投げましたか。今日150球ですね。何これ。マジで。この時期っていうのは杉内投手はどういうことに気をつけて投げ込みされてるんですか。何も考えてませんよ。バランスとテンポだけですかね。それだけです。はい、投げた感触は今日いかがでした。今日良かったんじゃないですかね。はい、悪くはないと思います。もちろん今シーズンもたくさんの勝ちを期待されてのマウンドになってますけど、はい、そういう意味ではこうプレッシャーとかもあると思うんですが、いかがなんですか。プレッシャー、そうですね、まあ、そのプレッシャーが僕の場合力に変わると思ってるので、まあ、そんなには気にならないですね。はい、まあ、今後のまたキャンプで半分あります、はい、今シーズンへの抱負をファンのメッセージ、ファンの皆さんへのメッセージを合わせてお願いします。そうですね、まあ、今年は日本一にならないといけない年ですし、まあ、自分自身もね、やっぱりその中でローテーションしっかり守って1年間勝ち星がついていけるように、はい、やっていければ優勝もできると思うので応援よろしくお願いします。